名前はしほみちゃんって言いたいですね。えっ、あ、ごめん、どうしたんですか。今いるんで、つけてもらっていいですか。はい、うん、そのカメラ前に、えどうしたの、どっから来たの、ん、事故にあったの、家、なんかこの辺近くに大きい木に囲まれてるお家があるよのところで事故にあったっていうんですよ、過去に。他にはポール、ん、何人、キルポール2つ、出し悪くした、どんぐらい、ここから歩いて、ここのお家の近く歩いて5分ぐらいのところに木で囲まれてるお家ってある、うん、そこでちょっと事故って足を悪くして、でそれから近くに住むんだけど、そこで亡くなったって事故、首吊りって言ったら薬を飲んで釣ったって、うん、でもこっちよりも薬で亡くなったって感じだった。なんでここにいるの聞いてください。ん、足痛い、何食べたの、なんでお家に行くの、ここたまたま通った、どっちの方に行くとあるんですか、この家近くにあるでしょうって、わかんない、家に緑に囲まれてたお家、緑もう全然お家が見えないようになってるよ、うん、そこで事故って、うん、であとは近くのとこで自殺して、うん、たまたまそこを通りかかってるのを見て来たんだ。羨ましい、何の職業、何歳なの、24、美容師、元美容師みたいです。羨ましい、やり直したの、でも来てダメよ、ここに。何が目的なんですか、どうしてここに来るの、やりたいことがある、ん、私だったらもっとうまくできるよって、私はもっと両サイドうまくカットできるんだよ、それ関係ないし、うん、左利きだし、たまたま歩いてて見かけてそこでついてきてるって、で様子見てるんだって、お店の方にも行ってるよって、うん、燃えてる節があるんです。お店にいる時に京明さんが、うん、その方の特徴を言われた時がありましたね、うん、だから一緒にいるのかなと。何で事故ったの、赤い車、赤い車でぶつけられたって言ってます、うん、場所どこだろう、5分ぐらいですよ、5分ぐらい、うん、こっから、うん、その場所に行かなきゃダメなんですか。いえ、そこに行くと、いるよって、うん、自殺の原因は何だったんですかね。思い通りに行かないかなって言ってました、はあ、で思い通りに行く人を探してていいなって、うん、これから夢があるんで、うん、彼女は美貌にも恵まれてるでしょって、うん、私なんてそんな美貌もないしって、うん、全然口もうまくないし、うん、なるほど、まあ、妬みでしょうね、今回もそれ言ってきたのか。ずーっと食べに行くとドヨーンってしてきちゃう。黄色いビールケースみたいなのって置いてないです、そういう家の後ろ、後ろ、うん、後ろでもたまに置いてますね。もともとおじいちゃんがすごいもう毎日ビール飲む人で、もうやめちゃったんですけど、その時のケースをいろんなことに使ってるんで、トントントンって、あ、やっぱり合うんだ、置いてるんですよ。へえ。実家帰った、こっちに来て8月に1回帰ります、思うの時に。なんでそれ言ったかというと、この子が言ってた、実家から、いや実家からじゃない、
実家に、あ、でもなんでそういう話、何歳？私、に今年22、もうすぐ22年。ひかちゃん、2個上と、2個上知り合いでもないもんな、うん、名前知ってる？何でしたっけ、し？しほみ、しほみちゃん、しほみ、ん、り、しほり、しほりちゃん、しほりちゃん、しほり、しほり、二つね。別に全然覚えてないんだったら大丈夫、はい、もう来ないでよ、お家に。とっちゃいます。はい、そもそも今、見えた？いや、見えなかった。高山の藁にかむつまります、かむろぎかむろみのみことも持ちてすねみおやむいざなぎのおがみ、切って放つさんびらり、きいちたちまちうんかを結ぶ、じゅん八方五方長男たちまち九千を貫なき、これじゃ当分現れないですか。まあ、来ないでしょうね。そうですか。え、私にこうついてきてたって、うん、この家に来てたっていうよりは私に、うん、たまについてきてた、あとは見えない時があるっていうのは、それはついてる時だよって言ってた。だからドヨンってするんだよって、無性に泣きたくなる時あったでしょって、はい、それは私が泣いてるんだよって、一人で泣いてる時も私が泣いてるから泣いてるんだよ、まあ、感情移入をさせたかったみたいで。今でも彼女には見えなかったんじゃないですか、はい、それはなぜですか。本人についてたからです。なので後ろ向いてもらって、彼女についてたから彼女には見えなかった、うん、見えないですね。なので見える的には一瞬離れる的とか、わざと見せてるってこと。ええ、私はついてるよって。ああ、それでこうじーっとこっちを見たりとか、うん、で、ここで見るときには羨ましいっていう妬みの顔、だから無表情のはずだった。あ、いいなぁって、うんうん、で寝てるのをこう見てたわけだ、うん、でも来ない、うん、ここにいたらなぜいたんですか。ここでもご飯作るからでしょうね。なんか香辛料が好きなみたいな方でした。へぇ、香辛料好き。香辛料、まあ、あるのはありますね、うん、匂いとかがもともと好きなみたいで、ドヨンってするの取れるよ。はい、うん、ちょっと回してみましょう。分かりました。え、何、体楽になった？なんか軽くなった感じがする。あ、そう。性格明るくなるよ。いや、私もう6月ぐらいから、うん、もう一気にもうドヨンってなって、周りの人たちにも最近どうしたの。でもやっぱりさ、取り憑かれてたからなんかちょっと暗かったの。なんか目が全然違うなんか、すごい目が開いてる感じが。あ、そう開いてる。開いてますよね、うん、なんかやっぱりちょっと疲れた時は、なんか取り憑かれた時はなんか変な感じだったの。なんか自分では全然全く気づかないですけど、うん、なんかどうしても、あ、なんかちょっとだるいなとか、うん、そういうのはあって、うん、なんか鏡を、うん、こう鏡で自分の顔を見ても、うん、なんか自分じゃない感じがする。へ、うん、ついてるとそうなったりする。ついてると、うん、まあドヨーンってしますし、うん、まあ言ってたのは泣いてたりしてたよって、うん、私が泣かしてたよって言ってたんで、うん、さっき言ってたもんね。え、なんとなくわけわかんなくて、なんか泣いたことがあったの。こう、もうどうしても悲しい気持ちになってたりとか、うん、私がもともと泣く方じゃないので、うん、
こう泣きそうになったらこらえるタイプなんですけど、うん、もうどうしてもなんかもう一人で勝手にもう涙がわーって出てきたりとか。へー、結局なんかそうやって霊ってなんか羨ましがったりそういうことするからついてくるんですか。人そうですね、なんかあとは少しでもドヨーンとしてたり、うん、落ち込んでたりすると、うん、疲れやすくなります霊に、うん、なるほど、なのでもしついてるかもしんないという時には鈴の音を出したり大きい声でうおーって叫ぶのも一つかなと。仮に万が一来た場合はすぐ連絡していただければ。はい、はい、すぐ連絡ください。仮に来たとか、はい、1回でも来たの。何、どうしたの。こうなんか写真を撮ったり、うん、こう写真を見たりしてるその合間で、うん、すごいなんか頭が痛くなった時があって、うん、それはついててるから頭痛くなるのと、もともと頭痛くなって、まあ、頭痛い理由はその薬を飲んでこっちで死んだって方なので、うん、それは頭痛くなった。あ、実際に検査入った時に頭痛いってのはそれもそうなの。そうでしょうね、入ってた形跡があるのと、まあ本田さんについてたんでしょうね、なんか気配だけはするなと思ってたんで。なるほど、どっかに行ってんじゃなくてついてたんだ。でしょうね。同じ1万3って言ってたんですよね。で部屋の中が言ってたのがやっぱ僕が最初に入ってきたのと一緒で、近くにあの大きいクローゼットがあるんだよって、茶色クローゼットがあるんだって、そこで最後さーって私薬飲んだんだって。なんでしょうね、飲んだったんですかね。5分ぐらい木がいっぱいあるって建物が見えないって。お家どこだろう、5分ぐらい、あとで Google マップで見るしかないですね。とりあえずまあそのいや僕がちょっと怖かったのが、うん、ここだけを追い払ったので、うん、そこの場所に行ってこうお祓いしたかったんですよ、うん、なるほどなるほど。でもお家にも絶対近寄らないようにして、うんうんうん、仮にまたそこを通って特定できなかったので、うん、疲れたらどうしようと思って、うん、なのでこういうあの供養するのにそこにあげたかったなと思ったんですよ、はいはい、なるほど。かなりでかいです。ここ通んない？この辺。5分以上かかりません？もうちょっと。学校ここ。ここで。駅が。行ったのこっちでしょ。こっちですよね。うん、あ、ここ。ん？ここ見えないですか、ね？見えないですね。交差点ではないですもんね。交差点。これこそでもありますけどね。うん、いますね。すいません、お待たせしました。髪を切った。あ、切りました。食べましたね。はい、切りました。じゃあ入ります。お願いします。すいません、ちょっと写真をこの前見つからなかったら撮れ、はい、やっぱ撮れてたんだよね。ちょっとそれ先生見せてあげて。これって窓開けてたやつの人が、これは何だろうって。ああ、人写ってない。この白いのがですか。ここね、ここ真ん中。こんな感じの人。うんうん。これですね、画面で言うとちょうどお家は全部隠れていますし、はい、黄色いポールもありますし。本当だ、これしか、はい、ここしかないだろうっていう。